朝武き不合尊は、日本神話の神。知人五代の五代目、日向三代の三代目。彦コホホ尊の子。母は豊玉姫。仙台九字本義によれば、異母帝に、武イ命がいる。おばの玉り姫との間に、彦逸瀬の命、稲火の命、三毛犬命、彦コホホ尊を得た。父とばしは、同名の彦コホホ尊である。 久しくして法事イ良三条領に葬られた。なお、宇土神宮はこの時の産屋の後と伝えられる。一般に、うがや吹き合えずと言われるが、元折のりなの記した、古事記伝で、それまで書き込まれていた読み仮名を省略してしまい、誤った読みが定着したようである。古事記伝、日本書紀によれば、草吹不合村が誕生した産屋はすべての、羽を草として吹いたが、 屋根の頂上部分を未だ吹き合わせないうちに生まれ、草に包まれ、波連に捨てられた。これにより、母親の豊玉姫が、彦派連部、草吹富豪と名付けたという。自席は、日本初期、古事記ともになく、刑夫上のみの存在である。日本初期は、草吹富豪村が崩御した地を、西津の宮と記す。天津日高彦派連部路地草吹富豪村あいら。 三条領領の名は、姉良三条領。宮内町により、鹿児島県鹿屋市姉良町上名字姉良山にあるに、自乗されている。宮内町上の形式はホラーな。埋葬地は、日本初期に、日向の姉良三条領と、記載があるが、その伝承の地は、南九州各地にある。明治7年に、明治政府は、それらの中から旧薩摩藩の学者の意見を参考に、 鹿児島県鹿野市宇土山を流れる姉良川に開いた岩屈、宇土屈内の二つの塚を姉良山城寮に自乗した。現在は宮内庁所領部が管轄している。しかし日向国の人々からの反論が強く、国学者や宮内庁の調査によって、明治29年に宇土神宮背後の即避、峰山登が御寮母伝説地アイ良山城寮の参考地とされている。 他に、宮崎県西臼杵郡高千穂町とする説もある。植津文、竹内文献、上田城大天皇記などの腰古殿に記載されている、神武天皇以前の宇かや吹き不合命が開いた古代王朝を、宇がや吹き合図王朝という。一般的には、腰古殿全般が義書とみなされており、実在したとは考えられていない。ありがとうございます。